もともと考えるとですよ、うんうんうん。なぜ人間が言葉を発するか。あ、来た。あ、なるほど。だって言葉を発するってことはコミュニケーションを取りたいってことですよね。うん、相手に意思を伝えたい。ね、コミュニケーションを取らなくていいんだったら、うんうん、言葉っていうのは生まれなかったわけですよ。そうですね。ね。その言葉が失われる、うん。自分の個性が失われるっていうのは絶対にね、それはあってはいけないわけです。あってはいけない。だから関西弁は絶対失ってはいけないものですよね。うんうんうん、さらにここから越すんであれば、ね、関西弁、ちょっと恥ずかしいんであれば、うん、それって耳から入るから、口から入るから、恥ずかしいんですよね。うん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 、電波で関西弁届けばいいんです。なるほどね。喋らない。喋らない。相手の目を見て、なんでやねん。来た。やべえ。これ来た。マグロさん答え来ました、ブルースウルトラ。来たよ、これは。今電波送ってるよ、大君に。今電波送ってる。大君に送ってる。なんで来てるの、今なんで来てる来てる。ブルースウルトラ来てる。大君、なんで来てる受信して。今、ダーマスクのやつ。やばこれ。なんで来てるこれは、これだ。めっちゃ顔ばっかになってる。